実際どうやったらコミュニケーション能力って上がるんですかとか。で、皆さんもやっぱこういうことで悩んでる方多いんじゃないでしょうか。僕も数々のトップセールスの方や、やっぱ仕事が上手な方見てきましたけど、皆さん必ず、どうも、株式会社即決営業の人情派、乾です。本日はですね、皆様にコミュニケーション能力、このコミュニケーション能力についてお話しします。先日受講生からこういった質問をいただきました。こちらです。コミュニケーション能力を上げるにはどうしたらいいですかっていう、こういう質問やったんですよね。実際どうやったらコミュニケーション能力って上がるんですかとか、どうやったらそんなにうまく喋れるんですかとか、人とうまく人間関係作るにはどうしたらいいんですかっていう、こういう質問。大体研修してると、こう、一回は聞かれるっていう、そういう類の質問なんですよね。で、皆さんもやっぱこういうことで悩んでる方多いんじゃないでしょうか。で、これ、僕もコミュニケーションに関する本って、結構読んできてるんでね、書いてるのがどん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 ね、喋っていろんな人に話しかけて経験を積むんだよとか、まあなんか交流会行くんだよとか、なんかいろんなこと書いてますけど、そんなね、全然ちゃいます。はっきり言ってちゃうんですよ。例えばですよ、まあそういうことをやって、ちょっとぐらいこう喋るの上手になったかなとか、そういうぐらいのだったらいいんですけど、一気にコミュニケーション力上げたいとか、もう、格段に良くしたいとかっていうのであれば、これはちょっと違うんですよね。これじゃあね、もう早速結論から言いますね。これは何か？リアクションなんですね。反応をすること。これがコミュニケーション能力の高いか低いか、まあ、うまいか下手かの大きな差として出てきてるんですね。そもそもですよ、じゃあなぜコミュニケーション能力を上げたいかっていう、その目的なんですけども、やっぱり人間関係を良くしたいとかね、コミュニケーションを上手にとって仕事関係を円滑に回したいとかね、で、営業さんであればやっぱ制約率を上げたいとか、そういった目的があると思うんですよね。じゃあ、人間関係がうまくいってる人とか、まあ、営業の成績がいい人とか、ね、仕事関係が上手にいってる人とか、皆さんがペラペラなのかって言ったら、全くそういうわけじゃないんですよね。僕も数々のトップセールスの方や、やっぱ仕事が上手な方は見てきましたけど、全員がペラ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 喋れるわけじゃないんですよ。ただ、はっきり言えることは、全員に共通することなんですけど、皆さん必ずリアクションが上手っていうことなんですよ。これね、ポイントがなんと3つあります。3つ全部分かってなるほどないになりますんで、しっかり見てくださいね。では1つ目から行きましょう。即決営業。それでは、1つ目のポイントですね。これは何かと言いますと、リアクションっていうのは、要するに、日本語で言うと反応のことなんですよ。人はですね、心理学的に無意識にですね、反応してくれる人を好きになるっていうのがあるんですね。無意識にっていうのがどういうことかっていうと、私もそうですし、見てくれてる皆さんもそうなんですけど、人はね、無意識に生きています。なんと、97% は無意識に生きているってことなんですね。例えばですよ、じゃあ皆さんもこの動画見るぞとか言ってね、マウスをこの第一関節、第二関節動かして、さあ押すぞみたいな。こんなことをしてないですよね。酸素酸素とかこんなやってないじゃないですか。そんな当たり前です。ですから、人っていうのはね、意識していることなんて少なくて、実はほとんどが無意識で生きてるっていうことなんですよ。自分の言葉に対して反応してくれる人を勝手に好きになっていくよっていうのが心理学的にあるんですよ。そして、この無意識で反応することに人は好きになってくれるの逆ですね。これをされると人は一番その人を嫌いになっていくっていう行動ですね。何ですか皆さん、反応の逆は、これが一番きついいじめって言われますね。そうです。無視なんですよ。人は無視されると無意識で嫌いになっていくよっていう、これも心理学的にあるんですね。で、これは無意識ってところがポイントなんですよ。意識はしていません。ですから、皆さんも日常では無意識でこれをやってるんですよ。実際、好きな人には、やっぱりいい反応をしてるんですよ。そうなんですかとか、へーとかやってるもんなんですね。ただ、無意識であんまり好かない人に対しては、はい、はい、はい、みたいな、こういうリアクションをしてしまってるんですよね。そもそも人っていうのは話を聞きたいではないんですよ。お客さんであったりとか、そして人間関係を良くしたい人に喋ってもらうことによって人間関係が良くなりますし、コミュニケーション能力っていうのが格段に上がっていくわけなんですね。意識して、あ、
この人私の話めっちゃ聞いてくれてるわ、好きやわとか、そんなんではないってことです。無意識で、あ、なんかこの人と喋ってると楽しいなとか、なんかこの人と喋ってるとすごいいろんなことを打ち明けれるなとか、何かこの人信頼できるなっていう風になって、人間関係や信頼関係が築かれていくわけなんですね。雄弁は銀、沈黙は金という言葉、聞いたことないでしょうか。ペラ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 喋ることは銀メダルなんですね。沈黙、いわゆる相手の話を聞いてあげること、それに対して反応してあげることです。それが金メダルなんですね。アブラハム法典にもね、こういう言葉があります。なぜあなたの耳が二つで口が一つか考えなさいという言葉があります。まさに人は自分のことを喋って信頼関係を築くんではなくて、聞いてあげること、反応してあげること、それによって人間関係が良くなるよっていうことなんですね。それでは皆さん、ポイントの二つ目です。ああ、そうかそうか、ほな、リアクションしたらええねんな、反応したらええねんなってなったと思うんですけど、反応するだけじゃダメだよってことなんですよ。反応してくれたからって、リアクションしてくれたからって、まだ好きにならないんですよ。例えばですね、奥さんがですね、こういう話をしてきたとしますね。今日さ、ハルカス行ってきてん。でさ、娘ちゃんにさ、この可愛い服買ってん、これめっちゃ可愛いない、どう？でさ、高校時代のさ、友人とたまたま会ったんよ。でもめっちゃ盛り上がったから一緒にランチ行こうって言ってね、パスタ屋行ったんよ。でそこのクリームパスタがめちゃめちゃ美味しかってん。まあ、また一緒に行こうね。はい、皆さん。さあ、この後、なんて言われると思いますか、皆さん。聞いとんのかって言われるわけなんですよ。反応はしっかりしてますよね。あ、そう、ってね。これ、ただね、皆さんも経験したことあると思います。聞いてるって言われるんですよ、これは。さあ、二つ目の答えは何か。反応は、三倍で、っていうことなんですよね。さっきの例にとって3倍ってどういうことかっていうと、正解はこういうことです。今日さ、ハルカス行ってきてん。え、そうなん、ハルカス行ってきたんや。でさ、これ娘ちゃんにさ、見て、この服買ってん。めっちゃ可愛いやん。早く着てほしいな、こんなん。可愛いやろな。でさ、たまたまやで、高校時代のさ、友達だったん。そんなことある？めっちゃ偶然やんか。そう、だからめっちゃ盛り上がってさ、一緒にさ、パスタ食べに行ってよ。そうなんや、パスタ食べに行ってや。何食べたん？クリームパスタ食べてめっちゃ美味しかった。めっちゃいいやんか、羨ましいな。また行こうね。うん、行こう行こう。絶対行こうぜ。っていう、こういう形が正解なんですよ。世の中にですね、こうやって3倍で反応してる人なんか、まずいません。まずいないんで、あなたが特別な人になっていくってことなんですね。特別な人にやっぱり悩みを打ち明けたいですし、この人だったらうまくいくなとか、この人だったら一緒に仕事をしたいなと思ってくれるわけなんですよ。ここでですね、3倍で反応するなんてオーバーリアクションじゃないのとか、それってやりすぎちゃうんですかって思ってる方もいらっしゃると思いますので、これ先言っときますね。全くないです。全くないんで安心してください。客観的に見て、なんか、オーバーだなって思ってるだけで、無意識で好きな人にはそういう過剰な反応をしてるものなんですよ、実は。普段じゃあ仕事とかで意識しなかったら、そんな3倍の反応って出てないんですよね。ですから人間関係がうまくいかなかったり、コミュニケーション能力は自分は何か低いのかなと勘違いしちゃうことなんですよ。ですからしっかりね、3倍で反応してください。それが皆さんのね、人間関係を良くする、何よりもコミュニケーション能力を上げるというね、一番の方法ですから、ぜひ試してみてくださいね。即決営業。さあ、それでは最後の3つ目のポイントです。1つ目、あ、反応するんだな、リアクションするんだな。そして2つ目、あ、そうかそうか、3倍で反応、そうか、オーバーにリアクションしたらいいんだなっていうのは分かってもらったと思います。じゃあよし、やったらええやってなる方がほとんどなんですけど、事実これをじゃあできる方ってほとんどいないんですよ。それはなぜか、これが3つ目のポイントです。3倍で反応ってやっぱこうオーバーなリアクションをすることなんですけど、これをするときに邪魔なものがあるんですね。それは何か。羞恥心です。羞恥心が邪魔して3倍で反応であるとか、マジですかとか、こういう反応ができないんですよね。ですから、3つ目のポイントは、この羞恥心を外せということなんですよね。羞恥心が邪魔して大げさにできなかったりとか、オーバーな3倍の反応ができなかったりして、結局は人間関係がうまくいかないんですね。恥ずかしいなーっていう思いが誰だってあるじゃないですか。この恥ずかしいなーっていう気持ちですよね。例えば仕事において恥ずかしいなーっていうこの思いを持ってて得する場面ってあると思いますか、皆さん。これは生きていいです。
もう絶対ないんですよ、そんな場面は。ですから、羞恥心を外すことです。そして、堂々とリアクションをしてあげることなんですね。実際、この3倍の反応ができるようになると、人間関係はもうめちゃめちゃうまくいきます。そして仕事関係もめちゃめちゃうまくいきます。なぜなら、勝手に相手から自分のことを好きになってくれるわけなんですよ。とにかく、いいことだらけですから、ぜひこのコミュニケーション能力を上げるために試してみてください。必ずあなたの人生が好転します。成功は技術の集合体です。どうも、乾でした。ありがとうございました。この下の概要欄から LINE アットを登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から LINE アットに登録して3つのプレゼントを手に入れてください。